折りたたんだ状態のエマージェンシーブランケットエマージェンシーブランケットは極薄素材で作られた防風、防寒用、防水のシート。主に災害時や遭難時などの非日,日常的な状態において毛布や布団などを確保できない状態での使用を想定したものでポリエステル製のフィルムにアルミニウムを乗着して作られているものが多い。エマージェンシーシートともいう。類似したもので スペースブランケットといってアポロ計画技術による保温断熱素材を利用したアメリカ航空宇宙局正式認定製品もありバラエティ番組プッススまで取り上げられて話題となった畳んだ状態では十数センチメートル程度の手のひらサイズの大きさであり薄い素材のために軽く持ち運べ広げると体を覆う大きさとなり就寝時のシングガーリーや防風、防水 防寒用のシートとして使用できる。ホームセンターやアウトドアショップでもよく販売されており、価格帯も安いものでは500円程度と安価である。保存食や保存飲料水などとともに防災用品のセット品に含まれていることもある。世界各国の軍隊や救急機関などでも採用されており、意識を失った状態の体温保持には絶大な効果を発揮している。 口述のように諸々の欠点をはらんではいるものの、優れた携帯性や安価な上に取り扱っている店舗が多いために入手しやすく、費用対効果に優れた用品と言える。アウトドアやバックパッキングを体系化した人物と言われる作家のコリン・フレッチャーもアウトドアのバイブルと言われる辞書、コンプリートウォーカーにおいてアウトド,ドアに持参して損のないグッズとして取り上げている。 持ち運びが便利なことから、防災非常袋に加え、普段の通勤カバンや自動車の中に備えている人も多い。アルミックシート就寝時に毛布代わりに使用するのが主で、ある。毛布数枚分の保温力を持つという特徴がしばしば、売り文句にされているが、厳密には、この極薄のシート状素材の蓄熱能力はそれほど大きくなく、素材の防風。 防水効果によって外からの冷気を防ぎ、体から放たれる体温をブランケットが反射し、さらに、ブランケットと体との間の空気の層で温度を保つといった方が正しい。その他にも、プライバシーが確保しにくい収容避難場所での生活において、カーテン状に使用して周囲からの目を遮った場所を作り、トイレ、着替えや洗濯、授乳などを行うといった使い道もある。 前述のように熱を反射するため、火を焚いて暖を取る際に後ろに貼れば、ストーブのように反射板代わりとなる。他にも怪我人に対して三角機や、炭架の代用としたり、絞ってロープ代わりにするといった用途も考えられている。表面が光りやすい素材のため、山岳などでの遭難時には目印にもなる。非常時以外にも、アウトドアやレジャーなどにおいて、 急な雨天に備えての防水シート、または日よけとして使用することもできる。日常時でも保温力を利用し、水筒やペットボトルなどの飲み物を包み、冷温のままで保持するといった用途もある。就寝時の使用においては、素材が非常に薄いため、わずかな風でブランケットがめくれると、たちまち熱が奪われることとなる。特に子供が使った場合、子供は、 落ち着きのない動きが多いために冷えやすいと指摘されている。こうした欠点を補うため、袋状や筒状の構造になったものもある。他にも、素材が薄いために破れやすいことや、通常時に小さく折りたたまれている、反面、一旦広げてしまうと元のような、小ささに折りたたむことが困難な商品もある、などの欠点が挙げられる。これらのことから、事実上使い捨てか、 繰り返して使用するにしても、せいぜい2から3回が限度との指摘もある。また防水性が高い素材のために、内部の湿気も外に逃げにくく、寒気に、気密状態を長時間保つと結露しやすい。これらの点から、通常の寝具のない事態を想定した品のために、論点のずれる意見ではあるが、結局は毛布のような寝具の方が便利との意見もある。また、 乳児に対して用いた場合、乳児は体温が高くなりやすいために、この品を用いると逆に体温が高くなりすぎ汗冷えを起こしやすい、通気性がないために窒息の可能性も高いといった危険性も指摘されている。子供を抱えた母親が防災用品を購入する際には、子供用品で普段の出費が多いことから、こうした安価な防災用品に手を伸ばし、 これらのような危険性へと近づきやすいとの意見もある。2013年、日本自動車連盟が、吹雪に閉じ込められた自動車内でのサバイバルを想定した実験では、エマージェンシーブランケットのみ装着したものは、何も対策をしていないものの倍程度の時間は耐えられた。ものの、比較的通気性の良い冬山用寝袋を使用しているものや、回路を装着して毛布をかぶっているものと異なり、 8時間の想定耐久時間に達することなく中途脱落している。この実験によりエマージェンシーブランケットは無風かつ極めて低温の室内では発汗により発生した水分が結露し末端から凍りつき帰って装着者の体力を消耗させてしまう欠点が判明しており JAF はエマージェンシーブランケットのみでこのような状況に対処することは 必ずしも適切な行為とは言えないと結論付けている。ありがとうございます。